こんにちは、オトレギターです。今日もアコギ新入荷情報をお送りします。今日はギブソンです。皆さんが大好きなギブソン、どんなギブソンが飛び出すんでしょうか。近年もののギブソンからヴィンテージギブソンまで全部で8本ご紹介します。ぜひ楽しみにしておいてください。そして最初にお伝えしときます。この動画が配信されてから販売スタートではございません。今回の動画はあくまでも予告になります。ですので、この動画の中で探してるギターがあったとしてもですね、慌てて連絡する必要はございません。決して早い者勝ちではございませんので、ぜひですね、今回の動画はゆっくりとご覧いただければと思います。販売方法につきましては動画の最後にお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速行ってみましょう。ではですね、ギブソンの大人気モデル、ギブソンの J45 が4本登場します。まず1本目の J45 です。こちら2022年製ギブソン J45 スタンダードチェリーになります。このギターの最大の特徴は何といってもこのカラーですよね。このチェリーカラー、すごく映えますね。かっこいいです。しかもですね、このモデル、個体差もあるかもしれませんが、当たり個体です。というのはですね、木目、わかりますでしょうか。アリロンダックスプルースのような広い木目をしております。一応スペック上ではシトカスプルースにはなっておりますが、パッと見アリロンダックスプルースのような木目です。ですので、サウンドもすごいんです。のぶとく粘りっこいアリロンダックスプルースのようなサウンド、ぜひ楽しみにしておいてください。こちらはワンオーナー品となっておりまして、状態もめちゃめちゃ綺麗です。お探しの方必見です。続いてこちら、ギブソン J45 奥田民生シグネチャーモデルです。製造年が2022年、限定発売され瞬く間に完売した超レアモデルとなっております。お探しの方も多いのではないでしょうか。こちらは1940年代の初期の J45 のスタイルとなっておりまして、奥田民生さんが実際に使用されているモデルを元にですね、製作されております。トップ材にアリロンダックスプルース、そしてなんといってもこの40年代ならではの極太ネック、この極太ネックから生み出されるサウンド、すごいです。そしてヘッドにはスプリクトロゴにバナーロゴ、数あるヴィンテージスタイルの中でも人気が高いスペシャルな仕様となっております。しかもこちらのモデル、ワンオーナー品で状態もめちゃくちゃいいです。お探しだった方、これからのオットリア TV を絶対に見逃さないようにチャンネル登録は必須です。楽しみにしておいてください。続いてこちら、ギブソン J45 1967年製です。本物のヴィンテージです。この60年代後期の J45 の特徴といえば、やはりこのナローネックです。約40ミリほどの細めのナット幅に、かまぼこ型、そしてヘッド角が約14度と浅めになっております。そしてこのブリッジがアジャスタブルブリッジになっておりますので、このアジャスタブルブリッジならではのパーカッシブルなサウンド、もうお好きな方にはたまらないと思います。1967年生まれの方にもぜひ持っていただきたい、そんな J45 です。ぜひ楽しみにしておいてください。続いてこちら、 J45 製造年がなんと1959年製です。ヴィンテージギブソンの中でもこの59年製の J45 かなり人気があります。黒沢楽器さんでも以前ザ59というモデルが発売され、かなり人気がありました。こちらは本物の1959年製です。この59年製といえば、やはりこのラージピックガードというのが特徴的ですよね。そして40年台のものよりはまだちょっと薄めではありますけども、やや太いこのネックっていうのも特徴でございます。しかもですね、当時オプションだったアジャスタブルブリッジとなっておりまして、ネジがですね、台形というのも特徴です。コンディションもですね、1959年製の割にはかなり綺麗なコンディションですので、良質なヴィンテージ J45 お探しの方にもおすすめです。どんなサウンドなのか、販売を楽しみにしておいてください。続いてはこちら、ギブソンの J50 です。J45 のナチュラルバージョンですね。こちら製造年がなんと、1955年です。1955年。実はこの1955年っていうのは、スモールピックガードからラージピックガードに変わる年でもあるんですね。見てください。
このラージピックガード、この55年だけですね、このロゼッタにかぶってるんですね。これ後から貼られたものではありません。オリジナルになります。これかなり貴重な J50 です。しかもですね、コンディションも1955年ですが結構いい方です。ですので良質なヴィンテージギブソンを探しの方には本当におすすめです。しかもですね、これまたこのギターをご紹介するときに詳しくお伝えしますけども、通常ですね1955年からはラージピックガードとブレーシングがですねノンスケロップド X ブレーシングに変わるんですが、なんとこのギタースケロップドブレーシングなんです。1940年代と同じブレーシングなんです。ですのでピックガードだけは後期、ブレーシングだけは前期といったですね、このギブソンらしいですね、そういったレアスペックとなっております。そういったところもかなり希少かなと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。続いてこちら、ギブソン CF100E というモデルです。こちらは製造年1957年製の後期モデルとなっております。実はこのギターもですね、随分前から後ろに欠けてあって、多くの方からいつ販売するんですかというお問い合わせをいただいております。おそらく今月または来月には販売できると思いますので、ちょっとお待ちくださいませ。やはりこのギター、なんといってもこのフローレンカッターウェイでちょっと小ぶり、そしてこの P90 のピックアップというのが特徴的ですよね。 J160E のちょっと小ぶりなバージョンといったとこでございます。もうこのギターもですね、本当に憧れの方多いと思うんですね。音もですねすごくいいです。まあリペア歴とかはちょっとあったりとかしますけども、演奏性は抜群ですので、そのあたりはご安心ください。最近ですね、この CF100 もめったに出回ることがありませんので、お探しだった方はぜひですね、今後のドリア TV お見逃しないように楽しみにしていただければと思います。続いてこちら、人気モデルですね、ギブソンのダブです。製造年が2016年となっております。いやー、このなんといってもこのナチュラルのこのダブもいいですよね。チェリーサンバーストももちろんかっこいいんですけども、ナチュラルもなかなかいい感じです。そしてこのピックガード、なんといってもこの鳩の模様が描かれてる、これいいですよね。状態もですねすごく綺麗で、大きな傷ダメージはありません。こちらはですね、カスタムショップ製となっておりまして、もう今でもですね、ダブどんどん値段が上がってますので、お探しだった方はですね、ぜひ今後のオットリア TV チェックしていただきまして、お早めにご検討していただくことをお勧めします。こちら、アンセムピックアップ、 LRBAX のアンセムピックアップも搭載されてますので、ライブする方にも即戦力になります。では最後のギターです。こちらギブソンの SJ200、 製造年が2016年です。アコギ界のキングといえばやはりこの SJ200、 このジャンボボディがめちゃめちゃかっこいいですよね。今回はですね、この渋いサンバーストカラーです。トップスプルース、サイドバックがメープル、いかがですか、このメープルのトラメ、美しいですよね。はい、ということでですね、こちらのモデルは、前のオーナー様が後付けで LRBAX のアンセムピックアップを搭載されてますので、このギターもライブでも即戦力になります。状態もですね、大きな傷ダメージは それほどありませんので、良好なユーズドの J200 をお探しの方にもおすすめです。特にですね、この SJ200 今値段がどんどん上がってますので、ぜひお探しだった方、このギターが販売されるのも楽しみにしておいてください。ということで、いかがでしたでしょうか。全部で8本ご紹介させていただきました。その中にお探しのギブソンありましたでしょうか。このギターのですね、販売はまだしておりません。販売スタートは各ギターをまたこの SNS で配信しますので、配信した際が販売スタートとなっておりますので、まだ慌てなくていいです。ただですね、いつ販売するかは未定です。そして価格もまだ未定ですので、ぜひですね、今後のオットリア TV 絶対に見逃さないようにしておいてくださいね。チャンネル登録してない方は絶対にしておいた方がいいと思います。そしていいねの高評価ボタン、今日の動画の感想もいただけますとすごく嬉しいです。あのギター欲しいなとか、絶対あのギター狙ったるとか、あのギター前持ってたんだよなとか、そんなコメントぜひお待ちしております。お寄せください。ということでですね、今回はギブソン8本をご紹介させていただきました。明日はどんなギターが登場するのか楽しみにしておいてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。
本日もご来店ありがとうございました。